今日の私のお話ですけども、ですね、今日のシンポジウムのタイトルは「無為の根弱」となっているそうですが、どちらかというとかつての無為のこともお話ししますけども、どちらかというと西日本の照葉樹林の、主要な構成要素の一つである石井菓子の象徴ということに注目してお話をしていきたいと思います。で、ここにおられる関西におられる方はですね、これ上賀茂神社の入り口にあるクスノキの大きな木ですし、あるいは京都御苑、あるいは奈良公園に行きましても石井菓子はたくさん見ることができるところですね。それからこれは奈良県の田原本町にあります村屋にいます三仏姫神社に行きますと、こういう石井菓子の大木を伴う車窓というのがあるわけです。このように関西の方については、石井菓子って比較的馴染みのある木だと思うんですが、実は関東に行きますと、さすがに明治神宮には3本ほどの石井菓子あるんですが、まず見ることはありません。で、なぜこういうことをお話したと言いますと、実は私はですね、大学院の時4年ほど大阪市立大学にお世話になっておりましたが、その後基本的にはずっと関東で暮らしてきた人間ですね。で、今日のお話のまず、序論としましては、じゃあなぜそんな関東をベースにする研究者が石井菓子の研究にはまったのかということをご紹介します。あと私は木材からその石井菓子の存在っていうのを特定しているわけですが、木材からどのように石井菓子が見えてきたのかということをご紹介します。あと石井菓子の利用っていうのはですね、実は縄文時代に始まって、かなり、どんぐりを中心に使われるわけですが、次に縄文時代の、そういうどんぐり利用がどういうふうに見えているのか。あと、大阪湾岸で、石井菓子を含む照葉樹林というのが見えてますが、それがどういう照葉樹林であったのかということをご紹介します。で、その後、弥生時代から古墳時代に入りますと、稲作が導入されるわけですね。そうすると、今度、石井菓子の木材というのが盛んに使われるようになります。それは、桑およびスキの葉として使われるんですが、それがどういうふうに見えているかということをご紹介します。で、最後にですね、じゃあ、実はこういう縄文から古墳という先史時代ですね、の石井菓子の存在から見て、じゃあ、現在の石井菓子の存在はどういうふうに見えるかということを、ご紹介して、お話を終わりにしたいと思います。で、まず、なぜ私が石井菓子の研究を始めたかといいますのは、この、埼玉県の東松山市ところにあります、反町遺跡群というところで、古墳時代の前期の、出土木材、土木材とか木製品類の自主同定をするというのがきっかけとなっています。で、関東ではですね、房総半島の南とか、神奈川県に2か所ぐらい、石井菓子の分布を示してますが、こういうふうに太平洋側にしか石井菓子を分布してないんですね。それなのになんでこんな内陸で、石井菓子が出てくるのかというところに不思議に思ったわけです。で、この反町遺跡群というのはですね、小さな流路に、水を、せき止める、しがらみと言ってますが、こういう石状の遺構がありまして、そこから農耕具とか、土木材がそういうふうにたくさん出たわけです。で、この木材が同定する中で石井菓子が見えてきたんですが、ちょっとその前に簡単に木材とは何かというのをごく簡単にご紹介します。で、これは右段間伐の木材を操作電子顕微鏡で見たとですね。で、左側の方はですね、下に小さく100ミクロン、0.1 ミクロンのスケールがありますが、左側の方はだいたい2ミリ四方ぐらいの木材の部分を拡大して見ているということになります。で、上にある面が小口面、それから左下にあるのが板目面、それから右下にあるのが板目面というふうになるわけです。じゃあ、正目面というふうになるわけですが、小口を見ていただきますと、黒い穴がたくさん開いているというのはご覧になれるかと思いますね。で、そうか。で、まずここに年輪界があって、小口を見ると黒い穴がたくさん開いています。で、これは銅管という構造で、右側の図を見ていただくと、なんか階段が壊れたような構造が見えてますが、これが銅管の、いわゆる、これは管状の細胞が上下に連なった構造なんですが、そのつながった部分、そうですね、細胞と細胞がつながった部分というのを見ているわけです。で、この銅管というのはですね、どういう機能を果たしているかと言いますと、樹木は根で水を吸いますね。その吸った水を葉へその運ぶと、その通路がこの導管ということになるわけです。で、なぜ導管のことを説明したかと言いますと、実はその広葉樹の木材で樹種を同定するときに、一番重要な特徴となるのは、この横断面、小口面ですね、における導管の大きさとその配列ということになります。じゃあ、その反町遺跡群で、木製品を見たときにどういうふうに見えてきたかと。ちょっと残念ながらスキクワの横断面なかったんですが、縦木とそれから杭で比べてみます。そうすると縦木の方の横断面は明らかに大きな導管を持っているということがご覧になるかと思います。で、スキクワもこういう大きな導管を持っていたんですが、どうもこのスキクワ、それから工具まで含めてですけれども、どうもそれだけ他のアカガシ属よりも圧倒的に大きな導管を持っているということに気がついたわけです。で、このままでは一概して言いませんので、じゃあこの大きな導管ってどういう意味を持っているのかなということを調べました。で、これは新日本研究所の本所、つくば市にあります、その本所にある木材標本庫でして、で、私は現役の間、全国の主に国有に行きまして、この標本庫に収蔵されている木材標本を集めるということをやっていたわけですが、この木材標本を使って、じゃあ、菓子の導管の大きさの違いというのはどういう意味があるのかというのを調べたわけですね。で、この図はですね、横軸が、強硬直径と書いてありますが、その標本が捉えたところの、推定した強硬直径。縦軸が、これは最大導管径と書いてあるのは、見るためにはプレパラート、いわゆる光学顕微鏡で見るための標本をつくんですが、その標本の中での最大の導管径というのを見てます。で、赤丸で書いてあるのが1位がしたんですが、赤丸、大体200ミクロンを超えたものはほとんど赤丸が占めると。ただまだ3点ほど他の種も入ってきます。で、これ220ミクロンで切りますと、1点だけつくば流しで、ポコッとでかいのが入ってますけれども、もう基本的に1位がしがほとんどであるということが分かりました。こういうのを基準に、220ミクロンを超えたら、1位がしと言えるだろうと。で、その中間のところは、ちょっと他の樹種が入ったから、クエスチョンでもつけとかな。あと、200ミクロン以下だと、それ以外のアカガシア属と判断せざるを得ないな、という基準が分かったわけです。こういうことをベースに、導管の基本的に大きさで、1位がしが木材から区別できるということが分かったわけです。ところがですね、実は、この成果というのは、二番煎じであるということが分かりました。で、これは1939年に京都大学におられた小中先生が発表されたものですが、奈良県の田原本町に、弥生時代の、現在唐子鍵遺跡と言ってますが、最初に発掘された時の報告なんですね。で、この中で小中先生は、ちょっと見にくいと思いますけれども、和歌山、それから奈良に生育する菓子、それから、渋川菓子なんかも入ってますが、それらを比較して、1位菓子は導管の径が多くは200ミクロンであるというようなことを書いております。ということは、私が初めて発見したのかなと思ったら、これは再発見ということになりました。ところがですね、小中先生が調査された、この現世の、樹木のプレパラートも、実はその唐子鍵遺跡のプレパラートでも全く保管されてなかったんです。で、どうもその後も、後の弟子の方にも引き継がれなかったんですね。で、そういう結果としてですね、実はその後、またアカガシア属っていうのは一色体に同定するという状況が続いてきてしまったわけです。ただしですね、この唐子鍵遺跡、実は指導者資料っていうのは、京都大学の総合博物館ですか。にこういう形で保管されています。で、これを京都大学の村上さんと一緒に共同で調査したところ、確かに小中先生がおっしゃったように、一位菓子が使われているということを確認することができました。で、一位菓子の、こういう動転根拠っていうのは、木材からはその10年ほど前に分かったんですが、実は果実でも同定できるということはもっと前、今から30年ほど前に、大阪市立自然史博物館におられた岡本さんが報告されています。で、岡本さんは当時、私がいたその大阪市大学の古川先生の研究室、これ私がまだ大阪に行く前なんですが、この時に出入りされてて、福岡県の門田遺跡、それから伊能遺跡の弥生時代から古墳2代の果実を見ている間に愛知東が同定できるということに気づいたわけです。で、果実の場合はですね、下中の形態、あるいは中東の形態、だから中東の、途中にちょっとそろばん玉状の都市粒があるんですが、そういうところで区別できるということを報告されています。あとこういうどんぐりそのものだけじゃなくて、その中の腫瘍ですね。腫瘍も炭化して出てきます。で、こうした炭化腫瘍も、明瞭な中軸の悪行を持つというところから一時貸しと言えるというふうに岡本さんは報告されたわけです。で、この成果を受けまして、それから大体20年後ですか。桃原さんが、じゃあ、縄文時代から弥生時代の、一時貸しの大型植物遺体、すなわち葉、それから喧嘩、それから腫瘍などの出場状況を見るとどうなるかということを研究されています。で、そうしますと、縄文時代はですね、西日本といっても、西日本中心で1点だけ静岡にあると。その状況が、弥生時代から平安時代になると、どうもそれが関東まで及んでいるというようなことを報告されています。で、なぜこういうふうに一東が西に広がったように議論するかといいますと、実はその背景として、最終表記から今現在後表記ですけれども、その間における大きな環境変動というものがあります。それちょっと簡単にご紹介します。で、これはその2万年前以降の、環境変動というのを概括した図なんですけれども、今の見解では大体1万1500年前に最終表記が終わって後表記に入るというふうに考えられています。そうしますと、表彰コアで見てみましても、完全に寒冷から温暖に移ってますし、下にあるのはノリゴの花粉の組成ですけれども、亜寒帯の針葉樹が卓越した状況から、冷温帯の落葉広葉樹が卓越した状況に大きく変わるということがご覧になるかと思います。ただしですね、この後表記に入りましても、実は環境というのはずっと一定ではなくて、大体今から7000年前から6000年前ぐらいに、ちょっと一番あったかい時期というのがありまして、その頃は海水準が現在よりも2メートルから3メートルぐらい高かったということが分かっています。それからまた現在にどんどんに向けて、気温が低下していったというような状況が分かっているわけです。で、こういう環境の変動に伴いまして、じゃあ森林はどういうふうに変化したのかというのを、2016年に大井さんがまとめました、花粉の変遷というので見てみます。で、ここではアカガシアズクの花粉がどういうふうに、全国で出てるのかというのを見るんですが、1万2000年前、これ最終表記の末期ですね。その頃はもうごく小さな点々しかないんですが、後表記に入りまして、9000年前、これ縄文時代早期の半ばぐらいなんですけれども、そうすると少し西日本でもある程度アカガシア族の存在が見えるという状況になってきます。で、7000年前、先ほど言いましたけれども、海水準が最高潮に達する、一番多分暖かかった時期なんですが、そのところになりますと、もう西日本でもかなりアカガシア族が優先するという状況がご覧になれるかと思います。ところがですね、やっぱり一番優先したのはもうちょっと後なんですね。縄文時代の中期ぐらいになりますと、少なくともこの近畿圏より西側にはかなり優先的に照葉樹林が広がっていたろうかなという様相となっています。で、この様相っていうのは弥生時代初頭まで続いているということが、花粉の様相からわかります。で、最後、古代に入りますと、おそらく周辺における人為的な伐採とかが進むんだと思いますが、少し弥生諸島と比べると赤ガシの亜族の比率が落ちるというような状況がご覧になるかと思います。先ほど言いましたように、桃原さんが言ったその分布の拡大というのはこういうのバックグラウンドには、こういうトレンドがあるということをまずご紹介いたしました。では、じゃあ縄文時代の石垣資料というのはどういうふうに見えているのかということをお話ししておきます。でまずその最初期の様相が見えているのは、この佐賀県の佐賀市にあります東大名遺跡というところですね、の早期紅葉、大体今から8000年前から7500年前の遺跡です。で、ここらは有明海の一番北の端にありまして、青くなっているのは縄文海進時のピークの海岸線ということになります。で、海岸線ギリギリにこの東大名遺跡っていうのがありまして、実は8000から7500年前までこういうふうに遺跡が営まれますと、その後海水準が上がって水没してしまうという場所というふうになっています。で、この東大名遺跡ではですね、6個の貝塚が見つかっています。そのうち第一貝塚と第二貝塚に関して発掘調査が行われていまして、そこでは土工が158基、だからその中に後でお見せしますが、変装製品って網籠のことなんですが、網籠が大体700点ぐらい出ているという状況です。で、これは貝塚の様相をお見せしてますが、こういう貝塚があって、これから低地の遠辺にかけてのところにこういう土坑があって、こういう土坑の中にこういう網籠。これは実はムクロジとイヌビアの木材から作られているんですけども、こういう木材から作られている網籠が見つかるという状況です。ここも別の土坑を見てますが、こういうふうに多数の網籠が見つかっています。で、こういう土坑、あるいは網籠の中に、どういう果実が入っていたのかというのを見てみますと、ちょっと資料点数が少ないですが、土坑中だと大体3分の1から、多いところでは3分の2ぐらいが1位菓子ですね。で、加工の中になりますと、多いところは4点しかないんですけども、100% 1位菓子などがあるという状況が見られます。で、その残りは何かといいますと、奈良菓子は、あるいはクヌギといった落葉性のコナラ属が占めているということがご覧になるかと思います。で、実はこの縄文時代の早期の紅葉という時期はですね、実はそれ以前の、非常にまだ断片的な情報しかないんですが、九州でも人間が使っている木材じゃない果実っていうのはクヌギ、あるいはナラガシワなんですが、どうも早期の紅葉あたりからそれがどんどん一位菓子に変わっていくという状況を、この東大名遺跡の土坑代用物っていうのは示しています。ただしですね、この石菓子の果実っていうのは、実際に食べた方はおられないとは思いますが、ほとんどアクがないんですね。で、そのままいれば食べられるようなものなので、じゃあなんでそんなものをこういう貯蔵穴に入れるのかっていうのは、これはまだはっきりはしてませんが、虫殺しが一番可能性があるからというふうに現在考えられています。で、実はこの縄文時代の早期紅葉以降、こういう石菓子を貯蔵した遺構っていうのはたくさん出てきます。で、この図で、ちょっと小さく見にくいかもしれませんが、赤で塗りつぶしてあるのは貯蔵穴内に一位菓子が入っている部分。で、白丸でが書いたのは、1個でも2個でも、とりあえず一位菓子の果実が出ましたという場所を示しています。で、そうしますと、早期から前期で確実に一位菓子を持っている、貯蔵穴が見つかっているのは、九州のこの北西部ということになります。これがですね、縄文時代の中期になりますと、先ほど桃原さんの図にもありましたように、静岡県まで広がっていくというように見えるわけです。ただしですね、一位菓子がほとんど占めるような貯蔵穴が見つかっているのは、淡路島の北端にあります佃遺跡というところが一番、東の端でして、それより東側にある貯蔵穴は、主体は、トチノキとか、あとは他の奈良類のどんぐり。主体でそれに一菓子が伴うという形で出てるわけです。で、実はですね、この予想というのはとりあえず縄文ですが、実は弥生時代に入りましても結構一菓子っていうのはこういう形で貯蔵されていたというのは今分かっています。で、特にこの九州の北部ですね、本来は最初に稲作が導入された場所なんですが、実はそこで結構貯蔵穴にたくさん一位菓子が収蔵されているという様相が見つかっています。あとこの弥生時代でですね、もう一つ関東でやっと一イワシの果実が見つかるという状況がありまして、この時期にやっと関東に一イワシが達したように見えるわけです。で、ちょっと前後しますけれども、北九州の長野小西大石っていうところの様子を見ますと、ここではですね、赤菓子エリアとか一イワシエリア、それからつぶらじ石田じエリアというふうに書かれてますが、そういう果実の集積っていうのが たくさん見つかってます。で、特に一番右手にありますいちごのどんぐりピットというところではですね、推定によりますとイチガシ果実で、大体35,000個収蔵されていたというふうに考えられたわけです。で、どうもその弥生時代というのは一応稲作は導入されてるんですが、で、なぜこんな果実を収蔵するのかというと、おそらくまだ稲作は不安定で、休耕時の対策とかで、これだけ果実も利用していたのか。というような議論がされてますが、本当のところはまだ分かっていません。こういうふうにお話ししてきましたように、例えば縄文時代の早期紅葉から弥生時代まで、その西日本ではイチガシの果実っていうのは重要な食料試験だった、一つであったというのはほぼ各地であろうというふうに考えています。では、じゃあこの大阪湾岸で、じゃあいつ頃からイチガシが成立したのか。というのをご紹介したいと思います。で、その、直接的証拠が得られているのは、神戸市垂水区のその垂水日向遺跡というところですね。で、ここは六甲山から流れ出す福田川の最下流にありますので、非常に川が荒れた場所というのはお分かりいただけると思います。で、この地図で言いましても、崖崩れの記号というのはたくさん見ることができますね。で、縄文時代もこんな荒れ川だったのか、荒れ山だったのかどうかっていうのはちょっと分かりませんが、実はこの垂水日向遺跡、火口ということもありますけれども、こういう砂礫層の中に埋没品というのが見つかっています。で、そういうところに立ち株があったりし、あとは一部にですね、大型植物化石が集積している場所というのがあったりします。で、右の写真に葉っぱが出てますが、こういう葉っぱの中にも石菓子っていうのは見つかってます。で、この垂水日向遺跡は、どういう堆積物で構成されているのかっていうのは見たのがこの図ですね。で、青線で書いたのはこれ波の跡で、実はこの遺跡、最初に発掘されたときは、その下に足跡って書いたのをご覧になれますかね。実はその縄文人の足跡がある。見つかったというので、これ、新聞記事になった場所となります。で、ここの層上というのは大きく下層と上層に分けられてまして、この上層のトップに KAH、鬼界アカホヤ火山灰というのが見つかっています。で、これは7300年前にですね、鹿児島県の薩摩半島と、屋久島の間に火口がありまして、そこから飛んできた火山灰を示しています。これは西日本をかなり広く覆っていて、重要なタイムマーカーというふうになっています。で、下層の方はですね、年代測定をしますと、大体9500年前から7000前ということで、縄文時代早期の年代ということになります。で、上層の方はですね、一番そこにある木材の年代が5300年前から4400年前、大体縄文時代の中期の方で、で、上の方に行きますと、4800年前から3450年、あるいは2100年ぐらいという、縄文時代の中期から晩期といった年代が得られています。で、じゃあ、垂水日向遺跡でどういうものが見つかったのかというのをご紹介する前に、ちょっと別の、状況をご紹介しておきます。この大阪山のですね、この夢島沖、この完全に湾内ですけれども、ここでボーリングコアの花粉分析というのが行われています。で、これを見ますと、これは大体1万1000年からほぼ現代までの状況が分かっているわけですが、ちょうどその真ん中に、先ほどもご紹介した鬼界アカホヤ火山灰というのがありまして、その前後、その上下ですね、大体垂水日向遺跡の下層および上層ということになります。そこで花粉の膨張を見ますと、1万1000年前から鬼界アカホヤ火山灰が降下するまでというのは、コナラ亜族、あるいはクナシェ族といった落葉広葉樹が優占しています。それが鬼界アカホヤ火山灰が降下する直前になると、エノキ属、ムクノキ属などが増えるわけです。そしてその火山灰の降下後を見ますと、今度はアカガシア属、シンノキ属などが増えてきて、すなわちどうもアカホヤ火山灰の後輩ですね、そのをきっかけにして落葉広葉樹から常葉広葉樹林に大きく変わったという様相が見えてきました。じゃあ、その今ご紹介した垂水日向遺跡の埋没林ではどうなのかというのをご覧いただけますと、まず、アカホヤ火山灰の後半前ですが、その頃はモミ属、あるいはカヤというのが結構出てますし、ムクノキ、クマシデ、カエデ、ムクロジといった、これ落葉広葉樹が多いわけです。すなわち、針葉樹と落葉広葉樹が優占していたという状況であるということがわかるわけですが、これ降灰後になりますと、モミは相変わらず結構出てますが、まあ、クスノキ、まあ、ちょっとケヤケはもう出てますが、クスノキ、それからイチガシを含むアカガシア属などがかなり多く出てくるようになって、かなり照葉樹林化したなということが、これ、大型植物遺体からも見えるわけです。で、次に木材の方で見てみますと、これ、横軸は出てきた木材の直径ですね。で、縦軸は点数を表していますが、直径が50センチを超える樹脂にどういうものがあるのかというのを見てみますと、クスノキ、ムクノキ、それからコナラ属、コナラ節、それからコナラ属、アカガシア属、それからツバキ属となってまして、いや、ムクノキとかそのコナラといった落葉広葉樹もあるんですが、やっぱりクスノキ、それからカシをはじめた照葉樹がだいぶ大きくなってきたということはお分かりいただけるかと思います。で、もうちょっと、実はこの40センチですか、を超えるものを見てみると、ここでモミとか、あるいはケヤキ、それからムクロジといったものが出てくるわけです。まあ、こういう大型植物遺体とその木材の解析から、アカホヤ火山灰の降下前っていうのは、モミ、カヤ、それから落葉広葉樹が優占していたのが、アカホヤ火山灰の降下後っていうのは、多くの針葉樹と落葉広葉樹を伴ったイチガシをも入っている照葉樹林が成立したということが見えてくるわけです。まあ、こういうところからイチガシっていうのは縄文中期以降にどうも分布拡大して、まあ、東京湾岸でも落ち着いたのかなということが見えてきたわけです。じゃあ、ここで見えてきた垂水日向遺跡の埋没林っていうのは、現在の照葉樹林と比べてどうなのかというのを調べてみました。で、まあ、その比較の対象にしたのは、宮崎県の東丸方郡綾町の照葉樹林です。で、ここはではですね、森林総合研究所の、九州支所が平成元年から平成20年度までですか、森林動態を調査するための試験区というのも設けて、まあ、20年間にわたって調査をしていた場所です。で、実際に行ってみますと、これかなり尾根線に近いところなんですが、実際に林内は比較的平坦で非常に歩きやすいという場所ということになっています。で、まあ、そこと比較しました。で、右側は、その綾の照葉樹林の構成種ですね。で、左側が、垂水日向遺跡の木材と大型を見ています。そうすると、犬巻とかクスノキ、それから青菓子を含むクスノキか、それからスダジイ、それからイチガシ、それからそれ以外のカシというところで、なかなか近い組成をしているわけです。で、それに対しまして、垂水日向の方は、モミ属とかアカマス、貝が多いということがご覧になるかと思います。今度は、綾の方は、やっぱりイシノキとか、あるいはマテバシイなどというのが出てきまして、まあ、それぞれ共通のものが多いんですけれども、まあ、それぞれ違いが、まあ、個性的、まあ、地域による違い。というのもあったんだなということがご覧になれるかと思います。ですなわち、基本的に森林の構成種、特に林間構成種なんですが、まあ、それは共通性が高いということで、まあ、この大阪湾にその縄文時代中期から後期に成立した照葉樹林というのも、まあ、現在の照葉樹林とほぼ同じで、まあ、当時、照葉樹林が成立したと明確に言えるということが見えてきました。ただし、垂水ヒューマ遺跡ではこれ針葉樹が多いので、なぜなのかと言いますと、おそらく、当時の六甲山というのは非常に不安定で、その立地を反映しているかなというふうに考えています。では次、今度は弥生時代と古墳時代のお話に行きます。弥生時代、古墳時代になりますと、先ほども述べましたけども、皆さんご存知のように、水田の開発というのが行われます。で、ここでは神奈川県逗子市の池子遺跡群からの出土資料でご紹介しますが、上にあるのが鍬ですね。で、下が鋤ですが、弥生時代から古墳時代の遺跡ではこういうものが出るのが普通です。そしてさらにその前段階の未製品というのが出ます。ここでお見せするのは鍬の3つ連なって、これから一つずつバラバラにして最後右のような完成品にする一つ前の段階のものが出ますし、そのもう一つ前の段階というのも出てます。これ全部農具になるとは限りませんけれども、農具になっておかしくない、これは真っ先に割った材というのもたくさん出てきます。で、これらの木材に何が使われているかというのを調べたわけです。で、先ほど述べましたように、従来はこれ赤樫亜属というふうに報告されていたんですが、新たに一イガシが木材から見えるということになって、じゃあ実際どうなのかというのを調べたわけです。今お見せしたその池子遺跡群というのはですね、私の先生である鈴木先生と一緒に、1990年代に調査して報告しています。それからもう一つご紹介するのは、やっぱりこれも神戸市なんですが、田松棚坂遺跡というところの例です。ここは鈴木先生の市であって、京都大学におられた島地先生がやはり1990年代に報告されています。で、池子遺跡群でまずどういうふうに見えたのかといいますと、真っ赤に塗ってるのは一東ですね。で、ちょっと淡くしてるのが一東クエスチョン。だから斜めの赤線が入っているのが赤樫亜属ということになりますが、ご覧になって分かりますように、鍬鋤の完成品も、それから未製品も、それから現在においても一東、あるいは一東クエスチョンというのが 50% から 75% を占めるわけです。それで残りもはほとんどがそれ以外の赤樫亜属ということになりまして、一東をまず優先して選択し、周辺で加工していたというのはほぼ間違いないだろうというふうに考えられます。それに対しまして、それ以外の木製品、あるいは自然木になりますと、実は一東、あるいは一東クエスチョンでもあんまりいないんです。だとすると、ここで加工はしてたんだけど、ちょっと遠くまで行かないと手に入んだからなかったのかなというふうに考えてますが、ちょっとこの確証に関してはまだ分かりません。で、次、これ、神戸市の田松田中遺跡ですけれども、ここにおきましてもですね、やはり一東、あるいは一東クエスチョンでしたものが鋤鍬、それから鋤鍬の未製品に多いというのはご覧になるかと思いますね。で、ここでは、鋤鍬とその未製品だと、一東と一東クエスチョンが50から 60% ぐらい。で、残りが赤樫亜属ということで、やはりここでも一東を優先して選択して周辺で加工していたのはほぼ間違いないだというふうに考えています。ただし、ここでですね、実はその池子遺跡群に比べてやや一東と一東クエスチョンのパーセンテージが低いんですが、実は島地先生のプレパラートっていうのは一つの接点が小さいんですね。先ほど言いましたように、一つの資料の中での最大同関係というのは見てますので、ちょっと比率が低いっていうのはその小さい接点の中に大きな同感が見つかったなかった結果としてこういう、ちょっと低い値が出てるのかなというふうに考えています。じゃあこれを全国レベルで見るとどうなのかというのをこれ見てみました。で、赤とそれからちょっと、そうか。で、基本的に、これで見てみますと、西日本は基本的に一東、あるいは一東クエスチョンが、50% 以上を占めるということがお分かりになるかと思います。で、東北と他に行きますと緑が多くなってきますが、これはクルギ季節を表していますね。ですなわち、どうもここら辺のラインより南側は基本的に一東を選択する。それからこの少し北側のこのラインから北側はこれクルギを選択すると。でその中間のところはですね、石河市以外のカシは生えてるけどもという場所なんで、そうか、石河市以外のカシだけが生えてるという場所なんですが、そこでは、赤河シア族をまず優先的に使ってさらにクリギも使うという様相が、見れるということになります。でこの傾向はですね、実は古墳時代にも続いてまして、ちょっと点数が少ないですけども、古墳時代でもですね、先ほどの全く同じ場所に線引いてますが、この線よりも南側では一位河市を選択、それからこの線よりも北側ではクヌギ節を選択するという傾向が見えています。それでその真ん中が赤河市亜族選択権なんですが、実はこの研究のきっかけになりましたソリマ遺跡っていうのは、実は赤河市亜族選択権に入ってるはずなんですが、なぜか一位河市が多いんですね。でこのソリマ遺跡っていうのはですね、実際に他の住所見てみますと、シーとかクスなんかもここでは出てくるわけです。でなんかちょっと特異なんですが、その特異なことの原因っていうのは今のところまだ分かっていません。じゃあなぜこんなに弥生から古墳時代のスキクガに石井菓子が使われていたのかっていうのを、木材の材質という面から見てみます。でこれは、その森林総合研究所の前の前ぐらいですねの林業試験場時代の報告なんですけども、鹿児島産のシイタブおよびカシの材、強弱試験というところから取ってます。でこの中からそのカシだけ抜き出して、期間値比重はこれ実際に測定された値、それから弾性係数、それから破壊負担強、それから、縦圧縮強というのはですね、これは赤河市の値を100として、残りの種に関してはそれに対する比率という形で見てみます。でこういうふうに見ますと、実はその一つ一つの値ではこれ赤河市亜族が圧倒的に強いわけですね。だから強さだけで一位河市を選んだのではないということはお分かりになると思います。で一位はどちらかというとこの5つの河市の中では最低になっているわけです。ところがですね、比重あたりの縦圧縮強とか、あるいはその壊れるまでの仕事量という形で見てみますと、一位河市がトップに来るわけです。すなわち一位河市の木材というのは比較的軽くて、河市の中では比較的軽くて粘り強いと、おそらくそういうところが筑波の選択に結びついていったのかなというふうに考えています。でちょっと値を変えますが、じゃあこういう材質を持って一位河市が今一番使われているのは何だかご存知でしょうか。これはですね、ANA全日空の機内誌ですねの2019年の6月号です。で最近はこういう印刷物ではなくて、電子版になっちゃってましたけども、このお弁当の時間という特集が続いているそうです。でこの時のお弁当の時間に出てるのはこの瀬尾さんという方なんですが、後ろののれんに丸炉って書いてあるのはご覧になれますよね。この炉とは何かというと、これは和船の炉なんです。で一河市が利用っていうのは和船の炉がまず第一で、その後下駄材なんかにも使われていたということが分かっています。でこれは実は北海道の羅臼町の郷土資料館にあった炉なんですが、羅臼町っていうのは知床半島の東側です。でそこで見てみますと、残念ながらこれ、実際資料を切って光学顕微鏡で見るということはできませんので、これマクロ写真だけですけども、これだけマクロ写真でも大きな動画を持っている河市ということになると、これは一位河市と考えと間違いないだろうというふうに考えています。ではじゃあこういうふうに、縄文から古墳までの一位河市についてお話ししてきましたが、じゃあ現在の一位河市の分布というのはどういうふうに考えられるのかというのを考えてみたいと思います。でこれは森林総合研究所のホームページで公開されている、植物社会学ルルベデータベースというもので、緑で塗ってあるところがとりあえず、生育している記録があるところ、黒く丸つけてあるのはその石河市が優生して生えているという場所ですね。だから紫で塗られてるのはこれ、シーガシの植栽が見つかっているという場所になるんです。でところがですね、九州はまあいいとしましても、本州四国に なりますと、実は本当にこんなにシーガシが生育しているのかなというふうに思います。例えばですね、この奈良県の真ん中、これちょっと実際には確認してますが、おそらくここは最初にご紹介しました村にいます三船姫神社に相当すると思うんですが、やっぱりこういう神社の砂層などがかなり拾われてるんじゃないかなというふうに考えています。で、もう一度これ先ほどの桃原さんの図なんですが、今までお話ししてきたことによりますと、少なくとも上武時代早期以降に九州では貯蔵穴で存在が確認されてて、これ上武時代の中近までは、今度静岡県まで石垣の存在が確認できると。あと弥生時代以降になると関東で確認できるということになってるんですが、実は現在どのくらい石垣が生育しているのかというのを地方植物というので調べてみました。地方植物誌というのは都道府県単位でどういう植物があるかというのをリストした書物ですね。それによりますと、実は大阪では生育地はないとされています。で兵庫県で3カ所、岡山県で3カ所、広島県で1カ所、だから愛媛県の瀬戸内側で2カ所、だから香川県で2カ所しか記録されてないわけです。ではなんでこんなに先史時代の存在と現在の在り方が違うのかなというふうに非常に私は疑問に思っています。でこれはですね、今度国立科学博物館で公開していますミュージアムネットってところで、お芝標本ですね、借用標本がどのくらい取られているのかというのを見てみます。あと少し地方植物誌のデータも入れてます。でこれで見ると結構四国、だから本州でも結構一見標本がたくさん取られてます。じゃあ実際にどうなのかなっていうのをもう一つ徳島県植物誌というので見てみますと、徳島県植物誌はですね、一個一個のその産地っていうのをかなり細かく書いてあります。これで見てみますと、実は24点中19地点っていうのは神社なんですね。で、先ほど木材標本のところで、私はかなり全国の国院で標本採集してきたと言いましたけれども、私の経験からしても、現在、天然林、一応天然林の中に一東が存在しているのは九州だけじゃないかなというふうに現在考えています。ただしですね、この分布図でもちょっと変なところがありまして、しまった。実は、島根県と、鳥取県の境に一東の実は標本の分布の境というのがあるんですが、実はそれが弥生時代の木材の利用に非常に合ってまして、松江の西川遺跡だと結構石垣が使われてるんですが、鳥取県に入って青谷亀地遺跡になるともう石垣はないというような状況が見えてきています。これはなぜなのかちょっとまだ分かりませんが、ちょっと少し早めに終わりにします。あともう一つ、一菓子のハプロタイプの葉緑体 DNA の分析っていうのがやられています。でここではですね、中ハプロタイプというのが見出されて、日本のやつに青丸でつけてますが、実は日本のやつっていうのは台湾、あるいは中国のものからかなり離れたハプロタイプっていうのが見つかってるんですね。で、これ平面分布で見てみますと、西日本はほとんど同一のハプロタイプで、宮崎で1か所違うのが見つかってるんですが、実は関東、それから伊豆半島から関東にかけて、独自のハプロタイプが出ています。で残念ながら杉浦さんたちはですね、いわゆる古代群の保全とかいう方にのディスカッションしかしてないで、この歴史性についてはディスカッションされてないんですが、もしかすると、伊豆半島の沖、あるいは房総半島の沖、今の海底下100メートルぐらいのところですが、そこら辺に氷期のレフュジアとがあって、それが、弥生時代ぐらいになって、関東にかなり広がって、ああいうスクワの使用に行っている可能性もゼロではないかなと思わせるデータとなっています。さて、こういうふうにですね、実は西日本の現在の石垣の在り方、特に里における在り方ですね、見てるとですね、どうもどこかで神道と結びついているように見えます。で、それが一番ティピカルに見えるのはこれ、宇佐神宮、大分県の宇佐市にあります、宇佐神宮なんですが、宇佐神宮は30メートルほどの小山の、てっぺんに本社があります。で、この小山というのはですね、こういう立派な一ヶ子林に覆われているわけです。またこの宇佐神宮から数キロ南に、安治部町の東椎谷という場所がありまして、そこに非常にローカルな神社があります。そこでもですね、樹高30メートル、それから観衆が8メートルぐらいの立派な一位が知っているのがこういうふうにあるわけです。どうもこういうとこから考えますと、一ヶ子がやっぱり本当に自生しているのは九州だけだろうというふうに思っています。で、これは熊本県の人吉市の国威の中で見た一位がしですが、照葉樹院中に確実に一位がしは生育しています。しかしどうもなんか歴史時代にいわゆるそういう森林の中からは分布が縮小していると。で、あそこまでなくなるというのはかなり何かの理由があるんですが、その生態的背景を探るというのが一つ課題かなというふうに思っています。あと歴史時代のいつか、ここからどうも西日本では神道とつながるようなんですが、これもいつからこういうふうにつながるのかというのは分かっていません。ちょっと最後はまとまりなかったですが、こんなところで終わりにします。ご清聴ありがとうございました。